田中涼子を演じました小野町子です、えー、完成してとても嬉しいです今日はよろしくお願いします皆様にとってどんな時でも絶対に手放さない大切にしていることは何でしょうか難しいねうんでもあのうん <laughs> もう分かれん <laughs> でもねえっ、ー、とねそうやって考えるといつもそんなね思ってないですけどやっぱり手放したら嫌ななものって家族になりますよ、ね、なんかこういつかもしかしたら父母もいなくなってしまうかもしれないけどでも死んでも何しても自分の父母なわけでなんかその家族の今。 今の幸せな気持ちそして自分がもし今後結婚とか何かしたりとかした時に自分の家族ができた時やっぱり自分のその家族というものは今後今までもその仕事に関しては一番大事なものだったから、うん、お芝居にもいろいろ助けてもらった部分もあるからやっぱりこれからも手放せないものですかね。はい